まったく視野が狭い。多少のリスクは伴うものじゃ。ブラッドフォードは物事の道理を知らん。繋がっていますよ。どうなってる？誰かさっさと消してくれ。ねえ急いで、大胆で新しい科学技術が待ってる。僕とランチパッドはオタクの話に興味ない。ランチパッドの友達ドレイクの独占インタビューで僕の動画の再生回数を増やす。20回はいくよ。いや25回はいくかもしれない。なんでそんなインタビューで再生回数が増えるんだ。わかんないけど、ドレイクはスーパーだから。そう、肝心な時にはきっとこう言うはず。危険が呼んでるぜ。ドレイクがダークウィングダック？はあ、違うよ。ナイス。秘密は守れだね。嘘ぞ。